はい、渡辺真由です。今回はね、ゾンビサプライドロップ2個プラスレアゾンビサプライドロップ3個プラスゾンビ消耗品サプライドロップ5個の合計10個開封のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。早速ちょっと開けますか。まずこれゾンビサプライドロップからちょっと行ってみようかな。これね、ゾンビサプライドロップ GO。 ゾンビこの前やったんでね、ちょっとあのユニフォームが欲しくて。おお、なんだこれ、こういう感じで出るからね、お得なんですよゾンビって。あ、ナチゾンビのやつだねこれね。ああ、通常のやつは持ってるんですよこれ。次ゾンビサプライドアップラスト GO。 これは普通のマルチプレイのやつだね。これはゾンビのやつだよね。ああ、こういう感じで。次はどれだ、これレアゾンビサプライドロップ3個いってみますか。これレアゾンビサプライドロップ GO。 これはマルチプレイのやつで、で次がこれがゾンビだね。ゾンビで使えるやつだねこれね。ゾンビはもうやらないからね、ほとんどもうマルチプレイ専門なんで。でこれでも武器とか出たらいいね。はあ、ラストゾンビ消耗品サプライドロップ、あ違うか、ゾンビサレアゾンビだね。レアゾンビサプライドロップラスト GO。 こういう感じで、で最後にこれっすね、ゾンビ消耗品サプライドロップ GO。 あ、間違えた、ゾンビ消耗品サプライドロップ GO。 マルチプレイで使える武器とかもちょっと出てほしいですけど、あ、出ないんだねこれね。ああ、消耗品しか出ないんだこれ。うん、ゾンビやる人だったらいいんだけど、俺ゾンビやらない人なんでね。こういう感じで、こういう感じでラスト、ゾンビ消耗品サプライドロップラスト GO。 俺これはあんま嬉しくねえな、ゾンビやらねえからっていう感じですね。っていう感じでね、もう全部開けちゃったからね、もう何もないんですよこれ。またあのチャレンジこなしてサプライドロップレアドロップとか他のやつも開けていくんでね、こう期待ください。はい、今回はねゾンビサプライドロップ2個プラスレアゾンビサプライドロップ3個プラスゾンビ消耗品サプライドロップ5個の合計10個開封のプレイ実況やってきました。あと嬉しければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。